アルボ・ヘンリク・ユルッポは、フィンランドの小2回、20世紀における、フィンランドの乳児死亡率を大きく低下させたことで、知られる。アルボ・ユルッポ生誕100年を記念して発行された、切って1887年10月27日、フィンランド大公国、アカーの農家の家庭に生まれた。ユルッポは早産であり、その影響から、生涯性は低かった。1906年、 ヘルシンキ大学に入学し小児科学を専攻。1912年からはベルリンの帝国小児病院で勤務し、翌年小児のビリルビン大社に関する論文を発表している。1914年3月に医学博士としてヘルシンキ大学を卒業した。ドイツ滞在中、ユルッポは小児の病理解剖に関する研究に専念し、その成果は国際的な評価を得た。 彼の成した研究は、早産の子供が死ぬ要因は単なる発育不良ではなく治療可能なものであることを突き止めた。この研究により、早産の子供の治療を含めた小児医学は大きく進歩した。1920年に帰国したゆるっぽは、ヘルシンキ大学中央病院で教鞭を取り、1925年に小児科学教授となった。ゆるっぽは帰国後も、 精力的に研究を重ね、多くの医学雑誌に保育についての記事を寄せている。彼は他にも看護婦の育成やフィンランドにおける薬局産業の発展、医療問題の大衆化などに尽力した。1957年、医師としての現役は退いたが、なお育児への支援を行った。1992年1月28日、ヘルシンキで死去。 ヒエタニエミ墓地に埋葬された。アルボ・リュポ。ヘルシン群サンマット・ムイストット。ヘルシンキ。サノマ・メディア・フィンランド。2015年10月1日。閲覧。ダン・ PM ・アルボ・リュポ。パイオニア・オブ・フィニッシュ・ピーディトリックス。アーカイブス・オブ・ディジーズ・イン・チャイルド・フット。フィトレ・アンド・ニュネイトル・エディション92。カイ230カイ232。ドイ・10.1136。 アドック、2005.077552、PMC、267万5334、プミド1744万9859、http コロンスラッシュスラッシュ fn.bmj.com スラッシュ cgi スラッシュコンテントスラッシュフルスラッシュ92スラッシュ3スラッシュ f2302008 年5月12日閲覧冷えたにえめほうすま。 マーキットテイビア・ベイナジア、ヘルシングン・スラクンテホタマ、2016年8月27日閲覧、ありがとうございます。